まずは本大会のプロローグといたしまして、京都府立鳥羽高等学校の皆さんによります和歌飛行雪の明日をお聞きいただきましょう。鳥羽高校飛行研究部は学校行事として催される春の歌会、秋の歌会で生徒の代表歌を飛行しています。また昨年度は12月に全国伝統文化フェスティバルの全体交流会歓迎公演や、2月にオリンピック・パラリンピックムーブメント全国展開事業公開フォーラム、今年度は7月に全国都道府県教育委員会連合会全国大会歓迎行事で飛行しています。朝目を覚ますと障子越しに空気がさえ渡り、太陽の光がいつもより明るい感じがします。慌てて障子を開けてみると、庭は一面真っ白の雪景色です。昨夜の嵐が雪を呼んだのです。庭の松替えは常盤の緑の上に白苔の雪を乗せています。時折笹が雪を払って立ち上がります。遠くでは雪の重さに耐えかねて枝の折れる音が響きます。そんな雪の朝の美しい風景の歌です。それでは京都府立鳥羽高等学校の皆さんによります和歌飛行雪の明日です。工事参りたまえ。お冬の日同じく雪の明日と言えることを読める、大和歌健太。今朝晴れて雪に寂しき峰窓に聞こゆる下折れの声けさ雪。
Thank you.
京都府立鳥羽高等学校の皆さんによります和歌飛行をご覧いただきました。